こんばんは、平井博明です。お待たせいたしました。非力女子の皆さん、非力男子の皆さん、時間ですよですね、リクエスト動画でもあったんですけども、元気ですかそうね、そうね、あの、力のない方はどうしたら飛ぶようになりますかとか、球が上がるようになりますかとか、そもそもヘッドスピードを上げるためにはどうしたらいいですかとかってご質問あるんですけども、僕も非力なんで辛口で言わせてもらいますけども、平井博明のワンナップゴルフ、そもそも非力なんですよ。上がるわけないじゃないですか。だから上げようとした時点で今の自分を変えなきゃいけない、違和感たっぷりの世界に一歩足を踏み込む勇気があればやっていいです。ただ今のボールは打てなくなりますよ。必ず安定したショットがなんとなくっていうショットが持ってるんだったら、それがなくなると思ってください。全部捨てなかったらレベルアップ、スピードアップはできないので、その意識を持って必ず取り組んでください。言っても平井非力の部類に入りますけども、ヘッドスピードがもうこの間ね、 GC クワッドで測った時43で、キャリーが266でした。ただそれってマックスですよ。マックスな状態、 1.56 のミート率の時にそういう数字が出たっていうんで、じゃあコースで芯外して 1.4 の時に245ぐらいになりますよ、多分キャリーで。多少受けてたら247、8ぐらいしか飛ばないですよ、ドライバー。だからそういう計算をまずしてるかどうかですよね、今の現時点で。でそれに対してやっぱり足らないんだったら、スピードを上げようとしなきゃいけないですね。これ数字が出ないからあれなんだけどな。だって俺ダイモンで9割以上で振って43で、で満振りするねって言って 43.5 だったのよ、変わんないよね。でしょ、 0.5 でしょ。だから今がどんぐらいで振ってるかによるんですよ。なんで今が本当に9割以上で振られてる方だったら本当変わんないですよ、振っても、ミート率が落ちるだけで。でもその中でやっぱ変えたいですよね。したらやっぱ残すところはもうクラブの買い替えだったり、スペックチェンジっていう方になるんですよ。例えば振り切れる前提で言いますよ、46インチ以上のクラブにして、でヘッドバランスをちょっと重めにして、今よりヘッドスピードが変わんないように振れば、それはクラブが長くなって重くなった分飛距離は出ますよ。でもヘッドバランスが重くなるとスピン量が落ちちゃったりとか、そもそも振り切れないとか、クラブが寝てしまったりとか、そういうことになったりするんですよね。でそうなってくると、じゃあ今度逆を行きましょうとなって、シャフトを柔らかくします。シャフトのしなりを使って飛ばします。クラブ重量を軽くして、自分の力でもこうより速く振れるようなスペックにクラブをこう優しくして、今よりも飛距離を出そうとするのか、いろいろ試してみた方がいいんですけども、結果としてそれはやってみないと分かんないです。どっちの方がスピードが出るのか、あくまでも参考ですが、軸をこうやってぶらして、こう今タイミングよく打ってる人は重くした方が飛距離は伸びます。で一軸でこうターンでこうやって打つ人はクラブを軽くした方が飛距離は伸びます。要はスピードが上がるんで、まあ、それのまあ違いなんかもありますけども、一応両方やった方がいいですね。打った方がいいのかな、これは。打たなくていいか本当に打たねえ動画だなでもあの一個質問なのが、その人のなんて言うんだろう、適正距離まで打ててたら今言ったこと当てはまると思うんだけど、実際どうなの、こうレッスン来てさ、もうこの人これ以上飛ばないよねっていうぐらい飛んでる人がいないでしょ。まずその自分のなんていうの、100までの距離を打ててないでしょ。だからある程度スイング70点以上80点以上で、で安定した飛距離が打ててて、スピードも限界値ぐらいまでのスピードで振れてる方っていうのは少ないから、そういう面で今の自分のマックスをまず経験しなきゃダメよね。そうだよね。でそっからまだ欲しいかどうか。そうだよね。だけどその今言ったところまでが多分行ってないじゃない、多分聞いてる感じだと。登録例としてやりたいんで打っていいよ、ちょっといいよやって。例えば、平井のヘッドスピードが通常ね、これぐらいで打つ人間です、
って言った時に、じゃあ平井がレッスン来ました、うん、って言って、ドライバー調子悪いんで見てください、うん、こうやって曲げないように打ってたらもうこの話には入ってこないで。いや、そうだよね、うん、こんなことやって飛ばしたいって言ってたら何言ってんのってなっちゃう。そうでしょ、うん、こういうことよね、登録言ってる。そうそうそう、だから それじゃなんかね、うん、今までした話があれだなと思って、パーです、うん、そうそうそう、そうだからぶり曲がって空振りしてもいいから振ってるのかどうかよ、ヘアウェイが何よそうだよね、そう、何ダフリトップシャンク天ぷら怖がってんのって、まして人の目、うん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 、そんなの飛ばしと無縁だからね。そうだね、そうよね、だって結構みんななんていうの、力みが足りないって言うじゃん、うん、それをちゃんと力めてから飛距離伸ばしたいって来ないとダメってことね、うん、そう、もうほんとそう、もうそれこそ誰が見ても限界に近いぐらい振ってて曲がってる方が全然可能性あるからね、それをちょっとずつちょっとずつスピード落とさないように直していけばいいんだから。そうなんだ、そう、そっちを直してナイスボール打つのと、ま、今真ん中行っててそれを飛距離伸ばすのって言ったらそっちの方が大変だから。へえ、大変大変、だってスピード落として真ん中行かそうとしてるのはここだから、自分だから、うん、そうか、振って曲がらないのは、うん、全然そんなのは頭でも何でもないから、だって振ろうとしてんだから。あ、振って曲がるやつね。そう、ふ、あ、そう、振って曲がるやつ、振って曲がるボールなんかは、うん、もうそんなのは形で治るからね。そうだね、そう、変な話何回も言うけど、例えばボールの位置だったり、うんうんうん、クラブで治るから、うんうん、あ、そうか、そう、曲がんないようにこうやって打って脳の飛ばそうとする方がよっぽど数十倍難しいから。いや、先に飛距離なの、飛距離というか、うんうん、そう、あの振ることよね、うんうんうん、これは本当にワンナップゴルフで初めてかもしれないけど、うん、ヘッド押せてるかどうかだから何千回、最近それ流行ってるから、あ、まだ消えてないごめんなさい、これはサロンでした。そうだ、そうだ、そうだけど違う、押せてるかどうかはもう最近の流行りだから、うん、ですね、うん、何千回も言ってるから。もインパクトゼロと押し、うん、押し感っていう押し活は、うん、そうだね、あのこのワンナップゴルフだから。そうだね、うん、もう本当にスピードっていうのは上げようとしたって、うんうん、1上がったらもう大拍手だからね。あ、そうだね、うん、限界振ってる人からしたらね、 1,2 ぐらい簡単に上がりますよって言っちゃったらもう振ってないから、うん、そうだよね、うん、普段が振ってないってことになっちゃうね。そう、レッスンでもいるよ、うん、やっぱり練習場ではすごい振ってて、コース行くとやっぱこうペローンって振っちゃう人、うん、そう、もちろん恐怖も分かる、恐怖感もあるっていうのは分かるけど、うん、でも飛ばなくていいのって、飛ばしたいですよねって、うん、それだったら一発 OB 出たっていいじゃないって、18発出たっていいよ、飛ばそうとしてる最中は、うんうんうん、そこで触れてきて散ったら、うん、それを直さなきゃいけないから、うんうん、こう、ううってこう曲がって直してる、曲がって直してる、それは伸びないから、限界で触れてるかどうかのチェックをしてみてください、はいはいはい、うん、で限界のスピードがいくつなのかを知っとくことが大事で、うん、そしたら例えばヘッドスピード40が限界だとしたら、38だったら触れてませんよねって、 40.2 とか 40.41 とか言ったら、あ、触れてますねって、うん、うん、そういう判断、それは体調によっても違うし、うんうん、触れる触れないっていうのがあるんで、 そこは必ず数字として残しておくことも大事だし、自分から間違いなく振ろうとしてることも大事なんで、恥ずかしいっていう気持ちがあるんだったらもう振らない方がいい、うん、曲がりが恥ずかしいと思うんだったら、はいはい、うん、スイングが恥ずかしいと思うんだったら振らない方がいい、うん、そしたらあの形だけ気にしてください、飛距離とは全く違うことなんで、飛ばさなきゃいけないと思ってるんだったら、うん、やっぱそれなりに覚悟しないといけないんで、うん、両立は難しいですね、うん、まずはしっかり振ることね。そう、しっかり振ることと押すことね。そう、クラブ圧を感じながらヘッドを押して、うん、スピードをちゃんと乗って、うん、振ってあげること。曲がってもいいからね。曲がってもいい、曲がってもいい。どうやって振るんですかっていう質問が来る。あそれはもう一生懸命振ればいい。そう、だからそれは、うん、ガンって左足かかとでこうやって踏み込んだ方が早く振れるのか、うん、もう本当上だけの力でバンって振った方が振れるのか、あ、そう、それは100人100通りでございます、はい、うん、
一番振れるスピードを逆を言えば振ってみてくださいっていう、うんうん、動きをね、うん、やって振ってみてくださいっていう。手じゃなくてヘッドね。ヘッドです。ヘッド手振るから。そう、手振ったらダメね、うん、そう、ヘッドをどれだけ、うん、こうやって早く振れるか。ヘッドをね。手振るから。そう、こうやってね。手じゃないね、こうやって。ヘッドね。そう、ヘッドです。どうやったらヘッドが一番早く振れるか。そうそうそう、それを振れるものでまずやるの。例えばアライメントスティックとか、うん、あとまあこう逆持つとか、うん、そういうので振れるものから一番どれが早く振れるかをやる。したらこれ一番早く振れると思ったら、うん、それでこうやってちゃんとグリップ持って、うん、今度ヘッドが重いからそれで振ろうとしたら必ず振り遅れるのね。だからそれをスピードを振り遅れないように徐々に徐々に立たせなきゃいけない。その時に大事なポイントっていうのが志村けんさんのほくろっていうサロンの動画がありますんで。そう、そうなんだね。そうだからなんかの俺他の動画見た時にあのヘッドスピードを上げるためになんか先っちょになんか重りみたいのついてんの振ってなんかピコっていうやつ、うん、ピコなのか、うん、ポコなのか音するやつ、うん、あれ振るのはそういうことなんだ、うん、あとはドライバットっていったあのドライバーの長いやつあるじゃない。ああいうの重いものを振って、うん、体に麻痺させて、うん、自分のドライバーを軽く感じさせて振るっていう人もいるし、うん、そうめっちゃくちゃ軽い棒を振って筋肉にそのスピード感を覚えさせて自分のクラブでも速く振れるようにって覚えさせる人もいる、はい、それぞれなんです。そうなんだ。そう、自分に何が合うか。言われたことだけを待ってたらダメなの。自分から探し行かないと。じゃあ触れてない人はなんかそういうので、うん、どうしたら自分が早く触れるかやってみたら探してみたらいいんだ。そう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 。何が一番早く触れるか、うん、だから早く触れる体感をまずしなきゃいけないから、うん、まずは軽いものでちょっと長いもの、うん、だから一番アライメントスティックがいい。あれでもうめっちゃくちゃ限界早く振るで徐々に徐々に自分のクラブに近くしていく、うんうん、そうだからそういうちょっとした努力というか何かこう変化を見つけて自分でこう変えていかないといけない。非力なんだったら非力なりに何かをしなきゃいけない、うんうん、それがすっごい大事。今回はですねちょっと力のない方がどうしたらあのスピードが速くなるかとか飛距離が出るかっていう動画の、まあ、参考になったらと思って動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。